いや、懐かしいメンバーが今日は集まりましたね。ですね。アンチの学校の5期に、はい、工藤さんと本田さん。本田さんはね、ちょっとおなじみですけど、改めてですけど、工藤さんは、社会人この春で5年目の。そうですね。ああ、5年目。5年目になりました。生粋のニットの世界で5年間。ニットの。4年間か。5年間。粛々とニットオンリーでやっております。いやー、ちょっと僕もう叶わないかもしれない。僕は ニット御殿を建てたね。出られてる。工藤さん出身はどこなんですか？僕出身は東北の岩手県なんで、全然関係ないし、なんなら法政の町の方がある。あー、確かにそういうイメージありますね。本当はなんですけど。で、大学はどのエリアだったんですか？大学は茨城県つくば市。あ、つくば大。ですです。つくば大経由の一般大卒のに、まあ、某大手の某繊維商社。今国内生産のニットを。今は国内がメインになってますね、ニット製品。すごいすごい。結構珍しいんじゃないですか、商社さんで国内。だいぶ珍しいと思います。あんま聞いたことないですね。国内だけでこんなに売り上げ立ててるなんて。結構変わってると思います。いやー、ちょっと、いいですね。売り上げニコニコみたいなやめてください、ちょっと。やばいやばい。絶好調。絶好調。絶好調じゃない。絶好調じゃない。まあでもね、まあ産地の学校さんのおかげもあり。もう営業トークも腕を磨いて年目ですからね。そうですよね。そこまで来たのはやっぱ僕たちのおかげみたいなとか正直思うんですよね。乗っかんないです、乗っかんないです。産地の学校ですからね、やっぱり。こう出て産地でお仕事できてるんで。いや、で、あ、いや、そうですね、確かに。で、月に1回に新潟の五線に出張行ってるみたいな。大体そのぐらいでやっぱ出ますね。で、会社間の取引も本田さんの会社とも緩やかにあって。会社と会社ではそうですね、ありますね。で、ちょっと出張前後で大会も新潟で再開もした。この前本田くんのとこにも元気かなと思ってちょっと遊びに行ったり。いいっすね。やっぱグリーン車乗ってんすか？グリーン車。グリーン車全然乗ったことないっすね。まだちょっとそこまでは行ってないです。そうなんだ。5000ってどうやって電車で行くんですか？電車、いや、僕は新潟駅にからレンタカーか、ちょっと外れたカモとか見つけでも作ってるので、そっちの方、燕三条とかで降りて、車借りて、ぐるっと回ったりもしてますね。で、そのメイン営業っていうか、どういう、具体的にはどういう仕事をされてるんですか？本当ニット製品を作るんで、お客さんがやりたいって言った企画に対して、まあ、コストと納期をにはまるものをサンプル上げてオーダーもらって納める。ではデザイナーはまた別、企画の人はいるんですか？そうですね、デザイナーとやっぱ生産管理っていうのはいて、うん、チームで動いて、あ、社内で物を作っていくっていう仕事。なるほど。もうバリバリど真ん中ですね、ニットの仕事。まあそうですね。まあ島田さんと多分同じ仕事ですよね。そうですね。まあその3人の役を僕は1人でやってるわけですけどね。かっこいい。え、デザイナーさん疲れてないんですか？いや、あんまりないですね。まあ企画のアシスタントの子はいるんですけど、基本全部自分でやるんで。仕事、はい、製品図も持ってますし。すごいな。まあ、一人でやるんで。さすが、そんぐらいやんないとニット御殿はやっぱ建てれないですよね。ニット御殿は建てようとしないですけど。すごいな。え、ちょっと僕分かんなかったんですけど、その三役一人でやってるとか、デザイナーが作ってどういうことなんですか？まあ、細分化されてる感じですよね、仕事の内容が。それぞれに担当がいて、仕様書を書く人。で、発注が決まったら、納品まで管理する人。
とこう分かれてるんですよ。と分かれることによって、多分たくさんの、よりあの大きな金額の仕事ができるっていうイメージ。大変だから。僕は一人なんで、その、トータルの金額は全然小さいと思います。比べると。やっぱ限界があるんで。じゃあ、工藤さんのいる大きな商社さんの中に、ニットデザイナーみたいな名刺持ってる人いるんですか？そうですね。やっぱニットデザイナーは、まあ、部の特色にもよるんですけど、僕らの部隊はかなりニット専門のデザイナーは何名かいて、各営業とかお客さんによって担当をつけてやるって感じですね。お客さんと工場の間に立って、なんかうまいこと翻訳してあげるというか、うん、ちゃんと分かってる人がその間に立って、ちゃんとお客さんの伝えたいことを工場さんに伝わるように変換してあげる役がデザイナーみたいな感じのですかね。結構ベテランの方が多いんじゃないですか。あんまりそれキャリア結構ないとできないですよね。そうですね。やっぱ商社とか企画会社のデザイナーって経験あって、だいぶ広い範囲まで理解してないと難しいと思う。翻訳してあげる立場ですかね。ブランドの人が僕デザインしてんだかなってずっと思ってたんですけど、なんかそういう、まあ、ざっくりなイメージ伝えて、まあ、商社の人が、まあ、形にするみたいな感じなんですか？まあ、でもお客さんによりますよね、多分、うん、本当に、結構そのまま作れちゃうお客、アパレルさんもいるし、もう全然作れないお客さんもいるし、ですよね。うん、なんかあの写真1枚でポンと指示として出してくるだけのお客さんもいれば、仕様書まで書いてくるお客さんもいて、まだピンキーなんで、まあ、どっちにも良さはありますよね。写真だけだったらまあ手間はかかりますけど、結構こっちのやりたいようにできるというか、融通が効くんでやりやすさもありますけど、まあ、大変手間はかかりますよね。まあ、仕様書まで全部書いてくるところは、いろいろなんかこれだとこううまくいかないのになみたいな話がすごいややこしくなって進んだりとか、なんかやりにくいところもあるなって思いますけど、まあどっちも一応言ったんじゃないですかね。本田さんがこの春で3年目に突入するんですけど、多分その新潟に移住、新田さんとこで働きますって時に YouTube 出てもらって、でその後もあの5000ニットフェスっていうのを一緒に絡ませてもらって、あの就職移住のイベント一緒にやらせてもらったじゃないですか。で今っていう感じなんですけど、その後どういうお仕事内容、うん、仕事内容は特に変わってはないんですけど、うん、なんか最近やたらこう納期のことを言われるようになって、逆に言われてなかったんですかね。いや今でも、まあ、今までは口を開けば納期って言まあ、そんなにこう、まあ、今まではこう、まあ、勉強みたいな感じで、なんかそこまで突っ込んでくることはなかったんですけど、はい、なんか最近ちょっと早くしてくれみたいなことをだんだん言われるようになって。それってコンタ君の頑張りで早くなる範囲ってある？それ1日だって月産何枚網を下ろすってあるわけ。ああ、それを大丈夫、詰められてる感じになってる。ちょっとこれから納期の詰め方の参考になるかなって。いや、まあ僕の工夫でその機械の回し方とか順番とかがあるんで、例えば縫製するにあたっても今別にこれ編まなくていいのにっていう、なんかこっち先に編んでくれれば縫製今すぐ取り掛かれるのにみたいな、そういうなんか順番とかを考えてくれみたいなことを言われて、ああ、うん、なんでそういうのも多分うまくこう噛み合えばスムーズにいくのかなっていう。でもそれなんか全体のその会社としての全体の流れを把握した上で、その自分がやってないお客さんの納期感とかも全部こう頭の中に入れた上で動かないといけないから大変です ね、 そ う、 ですね、まあ、そうあるべきだと思いますけど、なんでまだ全然他の部署のこととかあんまり知らないんで、うん、その辺もっと知れればいいのかなと思いますけど。 部署ってどういう分かれ方してるんですか？
なんかまあ、編み立ては基本、編み立てだけで、でまあ、企画、まあ、パターンと、まあ、設計というか、まあ、柄組みする人がいて、でまあ、あと縫製、出荷みたいな感じで。まあでも、納期、その辺は、工藤さんはいつもどんな納期の詰め方してるんですか？でも、この場ではあまり言えない。まあ僕らのね、やっぱ間に立つ身として一番の重要なとこでもありますからね、納期。そうですね、いや、ほんとそうですね。だからまあ、やっぱ工程知らないとできないですよね、その、なんか、工程ちゃんと知ってないと詰めるにも詰める、今どの工程で、どの段階なの。あ、もうほんとやばいとき、やっぱ、じゃあこの子だけこのこっちに送ってっていう、最悪それありますよね、産地だったら。この工場のこの機械空いてるから、もうちょっとそれだけこっちでみたいな。でも結構それかなり密接に付き合いがないとできないですよね、どっちの工場とも。そうですね、まあ本当やり、縫製だけとかだったら、でもまあ、それができるのも強みというか、間に立ってる。工場一社で直接やってたら、パンクしたらもうパンクして全部送れると思うんですけど、僕らは何社か取引させてもらってるんで、パンクしてないところとつなげて、どうにか、まあ品質面はもちろん管理しますけど、っていう、で、そこのルートができたら、今後も、もしかしたら同じようなことがあった時も、そのルートで対応できるかもっていう。結構それ急ぎの時って急に話出るじゃないですか。でまあ大体最初初めてじゃないですか、その例えばあのそのルートがすごい怖いですよね。それはすごい怖いんで、まあいろいろ裏を取って、もちろんいろんな事前確認はかなりしつつやります。でもまあそういう意味でやっぱ産地は強いですよね。なんかどこも特色知ってて、お互い。ああ、どこ、何々さんは何か得意だからみたいなやつ。僕、新潟以外でも、ポツンと、なんか、ポツンと一工場みたいなとこでも作ったりしてるんですけど、やっぱ、そういう連携は取れないんで、そういうとこだと。何社か挟む、何社か絡むような生産の仕方っていうのは、やっぱどうしても弱いんで、そういう意味で、新潟、山形はやっぱ強いんだろうなっていうのは。なるほど。本田さんの工場とかどうなんですか？状況とか混み具合とか。混み具合、まあ、そのゲージによってこう空いてるとか混んでるとか、まあ、バラバラなんですけど、はい、僕のところは今まあ一応ほぼほぼかかってるかなって現代、それ結構でもすごい、この時期に現物かかってたら結構いいと思います。そうですね。何ゲージ担当とかあるんですか？僕は14担当で、はい。あ、ゲージで担当分かれるんですか？そうです、そうです。さっきの話だと、その14ゲージ担当の何を先に編むかとかを、コンタさんがエリアマネージャー的に、14ゲージエリアマネージャーみたいな、そういうふうに紹介したんじゃない？いや、そこまでじゃないです。ただ僕が担当してるものを、まあ、どういうふうに編んでいくかみたいなことを、まあ言われるっていうか。考えてやろうみたいなね。はいはい。順調にじゃあ機械動かしてるわけですね、14ゲージの。そうですね。マシンを。じゃあその今後、その中の流れを把握したりとか、いろいろ考えて動いていかないといけないっていうのは課題なわけですね。そうですね。そこが課題ですね。もっとやりたいみたいなのある？やっぱ他の工程も。やってみたいですね。まあでも流れを把握っていうふうに、その納期のことって言われてるんだったら、ちょっと他の流れも見てみないと分かんないんで、ちょっと、体験するか、まあ見せてくださいみたいな話はできます。3年目に入るからね、ちょっとずつそういうのも。できそうですよね。3年目か。島田さんもどうですか？ニット工場にすぐ勤めて、社会人3年目、工場3年目。3年目は、ビグに3年目。なんか多分ちょっと間延びするというか、ちょっと
集中力がそがれるというか、なんかちょっと慣れて、変に慣れてきて、なんかこう、なんていうかな、そう、間が差す感じのイメージありますね。2年、3年目、4年目とか。うん、いい意味でいろいろやりたくなっちゃうということですね。そうですね。でも、その、ただその、一応仮に慣れてるだけであって、なんか起こると、ガラッと、なんていうんですか、崩れるから、全然まだペーペーなんですけど、うん、間が差すイメージですね。ちょっと背伸びしたくなってくるような、はいはいはい、そのモチベーションをじゃあいい方向に展開して、コンタさんもあれですね、やりながら、そうですね、うん、産地のつながりが増えてきたんじゃないですか、そういうネットワークとか。ああ、そうですね、まああのニットフェスって、うん、まあ知り合う方はちょっと増えましたけど、だけそこまであれですかね、集まったりっていうのはないですかね。前も言ってましたもんね、横のつながりが。ここ見に行っただけにね。言ってましたね。やっぱりそれ必要だって言ってましたもんね。うん、交流会とかで。うん。言ってた言ってた。なんかあの、なんかナポルテでしたか、ナポルテ。うん、ああ。集まら、はい、れたらいいねみたいな話も出てましたね、なんか。ナポルテ、ね、新しいとか。新しい、なんかその工業組合の会館っていうんですか。ああ。すごい新しくて綺麗になる。この間とそのニットフェスの会場にもなってましたけど。あそこで。あそこでまあなんか、集まるんだったらそういう場所あるからいいよね、いいですよね、みたいな話してて。お金かかんなそうだし、飲食 OK そうだし、お酒も飲めるし、お酒飲めないでも言ってないじゃないですか、ね、このもっとなんかこういう Zoom とかでもっと知らない人とかともできないんですかね、なんちの、それこそ新潟だけじゃなくても山形とか、なんか楽しそうですけどね、若手とか、こう各工場のいろんな若手とかで話して。工藤さんはどうですか、産地と、国内の産地と働くため、海外も経験あるじゃないですか、一方。そうですね。今、真っ最やってる、真っ最中だと思うんですけど、うん、日本の産地との楽しさって。そうですね、やっぱ、僕は個人的にやっぱ産地への思い、まあ産地の学校も出させてもらって、産地との仕事したいなって思いはあって、いろいろ運もよく産地との仕事は増えてやれてる中で、こうまあ現実も見つつ、いろいろ本当いろいろここ 1,2 年で見えてきた中で、まあやっぱ問題もいっぱいあるんですけど、どうにかなんかもっと仕事もしつつ、なんかもっと将来見てなんか違う動き方もしていきたいなとは、うん、特にやっぱ人、結局人ですよね、なんか人を、うん、このままだと、うん、いろいろもうコンタ君とか入ってくれたらすごい嬉しいですけど、現場のね高齢化とかとか、やっぱどうしてもそこは免れないんで、うん、そこが大きな問題ではあるなと思って、まあ僕にできることは仕事をとにかくとりあえずは頑張って仕事つなげるってことなんですけど、まあそれとはそれで頑張ると、もう一個別でなんかやっていきたいなと思うんで、コンタ君と連携してやっていきたいなと思います。いや、じゃあこの仕事は仕事でしっかりと発注者としてやりつつも、例えばその週末とかを使って、そうですね、ニットの魅力を広げるとか、働きたい産地の学校も今大学生増えてきて、一般大とかも、うんうん、なんか専門学生だけじゃなくて、うん、ただ工藤さんとか本田さんとかって一般大からの産業に関わってるんで、なんかね、その年も近いから、なんかアドバイスとか交流とか楽しいですね、うんうん、そうですね、もっとなんかみんなでつながって、うん、コミュニティ作って盛り上げていけたらいいなと思うんで、その辺はお願いしますね。いやー、そっか、まだまだできることあるぞっていう感じですね。ね、島田さん、やっぱり、ま、ちょっと今年は求人サイトとかも作ろうと思ってるんで、意見聞いて一緒に作ってほしいですね、なんか、こういう作りに行って、なんか交流できるような、ね、なんかこういう仕組みとか、はい、
うん、皆さんの意見作りたいな、みんなで目標決めましょう、いつまでに作るか。2022年だから上半期中に作りたいな。おお、結構で、求人あればこうどんどん載せて、あの回収しながら。でもあの23年度新卒、はいはい、抜けてだとするともうそうですね、6月とかまでにやんないとダメですよね、時期、就職、就活の時期的に。ちょっとじゃあ急ぎで LINE グループかなんか作ってもらって、で他にも関わりたいっていう産地の学校の関係者いれば、うん、有志で入ってもらって、はい、まあ、あのこういうデザインとか仕組みとか、なんか皆さんの意見聞いて、うん、やっぱで僕は分かんない部分皆さん見えてるから、うん、これやりたい、まあ、プラスね、それプラスなんかさっき工藤さん言ったみたいな、こうで前回 Zoom が浸透してるから、うんうん、全然出会えなかった他産地とのこう、ね、これまでってやっぱ飲みましょうで集まってたと思うんで、こうなんかみんな慣れてきたからいいですよね、そういうのもできたら。ちょっとこの久々の面々での会話を一部、あの産地がこの YouTube オールニット日本でも流そうっていう回でしたけどね、言い残したことないですか？大丈夫です。多分コンタ君がもう出ないとって。僕らのせいで遅刻させるわけには。いい、大丈夫、すいません。立派な納期が遅れちゃうんで。日産が落ちちゃうんで。腕磨きましたね、もう皆さん。すごいわ。じゃあ、この辺でオールニット日本トークは、はい、したいと思います、はい。頑張ってください、今日も。はい。頑張ってください。ありがとうございました。また話しましょう。ありがとうございました。また話しましょう。